ちは、うさぎのお米です。今回の動画では、前回の動画危険なペレットの見分け方の中で少しご紹介した牧草代用ペレットについて紹介していきます。牧草代用ペレットとは、ウサギが毎日栄養補助のために食べるペレットとは違い、栄養価やカロリーは高くないが、牧草のように食物繊維が豊富です。牧草代用ペレットや牧草ペレットという名前で販売されています。我が家で愛用しているチノシーの極みの原材料は、チノシー、草香類、人参、食塩、乳酸菌 EC 順にと記載がありますが、塩分類、穀類フリー、グルテンフリーなので、お腹に優しいのが特徴です。成分を見てみましょう。左が牧草代用ペレット、チノシーの極み。右がチノシーです。チノシーの方が少し繊維質が多いですが、あまり大差はなく、牧草代用という名前なだけありますね。ただ、牧草代用ペレットにはエネルギーの表示はありませんでした。パッケージに記載されている与え方です。牧草の代わりに、欲しがるだけあげてください、と記載されていますが、ものすごく美味しいのか、欲しがるだけあげると無限に食べる勢いのお米。そんなにあげて良いのでしょうか。牧草代用ペレットは牧草の代わりになるのか。結論から申し上げますと、牧草の代わりとして与えない方がよく、良質なおやつとして与えるべきです。牧草の代わりにしない方がいい理由としては、牧草に比べてデンタルケアの効果が見込めないことと、無限に与えて良い保証がないためです。牧草を歯ですりつぶしながら食べることで、歯の伸びすぎを防ぐことができますが、牧草に比べて長さや硬さの少ないペレット類だと、デンタルケアの効果があまり見込めません。またペレットには少なからず、つなぎとして牧草以外の原材料が使われており、先ほど紹介した通り、成分表示にエネルギーの記載もなく、与えすぎは肥満につながる可能性もあります。しかし、牧草代用ペレットは繊維質豊富で食いつきも良く、とても優秀な商品なのです。ご褒美、おやつとして与えるのが最適です。あくまで牧草を主食として与えましょう。美味しい牧草代用ペレットだけを与えていると、癖になり牧草を食べなくなってしまいます。どうしても牧草を食べないウサギに、牧草の代わりとして与えるのは最終手段にしましょう。牧草にもいろいろな種類があるので、根気強く食べてくれないか試してみることが大切です。牧草の種類や選び方についてはこちらの動画で詳しく紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。ちなみに、ウサギのおやつとして販売されているフルーツやピューレなどよりも、牧草代用ペレットの方がウサギの体に害がほぼない良質なおやつだそうです。中でもチノシーの極みは、ウサギ専門で見てくれる獣医さんもおすすめしており、お米も大好きなおやつです。